はい、皆さん、こんにちは。事業再構築補助金って皆さんご存知ですかねこれはですね、えー、中小企業が、もしくは大企業がですね、これから新しい事業転換をしようと思った時に、補助金が出ますよっていうことなんですけども、その補助金額がですね、なんとね、最大1億円というね、どてつもないバカでかいやつなんですよ。で、こちらの方に割かれた予算が1兆1000億円というね、すごいでしょ。だって、1社1億円最大だとしても、 これ、何社 ?1 万社ぐらい受けれるわけですよ。こんなバカでかいね、事業をドーンと打ち立ってたのが、なんと、パソナですよ。事業再構築補助金を示唆したのが、もちろん、竹中平蔵さんです。竹中平蔵さんが、事業再構築補助金出したらいいんじゃないのみたいなことを言ってね、それが形になって、じゃあ、どこがその事業を、まあ、最初に受け負ったのかっていうと、パソナですよ。 もう見事ですね。竹中平蔵さんが <laughs> 自分で立案して自分の会社に利益誘導するということで、竹中平蔵さんの懐には400億円がね転があり込んだという仕組みなんではないかなというふうに言われてます。あ、えー、これがパソナーですかね。私も勤めたい、ここに。うん、すごいですね。えー、竹中平蔵さん、この方です。見事ですね。もうね、漏らさず逃さず、根こそぎ行くというね。いつまでこの人の影響は続くんだろう、みたいな。 竹中平蔵のね、平チャンネルっていうのがありましたけど、そちらの方にね、なんかその <laughs>、いろいろと質問を投げてみたいなと思います。ツイッターまでやってますよ。はい、この人ですね。フォロー中。フォローしてるけど、見たことないな。あ、本も売れてる。もう分かってますね。すごいじゃないですか。竹中平蔵ワールドですね。もうまさに日本は。日本を私物化してるという風なことを言う人もいますけども、竹中平蔵さんと仲良くなったらおこぼれがいただけるんでしょうか まあどっちにしてもね今回も見事な鮮やかな奇襲でございました。